今日はあの選んだ聖書の箇所は、えー、新約聖書のコロサイ、えー、コロサビトの手紙の一章というところなんですけれど、えー、こんな言葉が書かれています神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する巫女のご支配の中に移してくださいましたこの巫女のうちにあって私たちは贖いすなわち罪の赦しを得ています 巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって、 成り立っていますまた、巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして、ご自身が全てのことにおいて、第一のものとなられたのです。なぜなら、神は、御心によって満ち満ちた神の本質を巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです。 地にあるものも,天にあるものまりあの聞き慣れない文章といいますかこういう文章は福音書の中にはないですよね福音書の中にあるイエス様の姿というのは、えー、馬小屋に寝かされたイエス様であり旅をするイエス様であり、えー、そして奇跡を行いますけれども、えー、でも痛みを感じあるいは涙を流し 十字架にかかって死ぬ。蘇りますけれども、でも、なんかそういうこう人としての姿というのが、福音書の中には丁寧に書かれています。パウロの手紙の中には、そういう部分がないわけではないんですけれども、むしろ、もっとなんて言いますか、霊的な側面というか、イエス様の、まあ、肉体的な側面がこっちにあるとすれば、イエス様の本質、霊,霊的な側面が、 たくさん書かれています。非常に興味深いんですけれども、その昔、ユダヤ教の指導者たちは、自分たちの教えを本に残すことを許されていませんでした。聖書よりも大切なものができてはいけないということがあったので、聖書を土台にした教科書というのは、ユダヤ教の人たちは作れなかったんですよね。基本的には覚えさせて、 聞かせて、覚えさせて、理解させて、そういう感じで教えていた。まあ、それはとっても大事なことなんですけれど。ところが、ユダヤ教のリーダーでもあったパウロは、イエスキリストを信じて、そしていろんなことを考えながら、彼は、まあ、このコロサイ人の手紙もそうなんですけれども、牢獄の中から手紙を書いたんですよね。手紙を書くことは禁止されていませんので、パウロは、 牢獄の中で手紙を書きながら、そこに大事な大事なイエスキリストについての教えをいっぱい書いたんです。ですから、最初から本にしようとしているわけではなく、手紙なので、それは別に問題なかったわけですけれど、で、そういう意味では新約聖書は、パウロの手紙が一番最初に書かれたものと理解されています。で、パウロの手紙が教会の中で読まれるようになって、そして教会の中に、 え、こういう面もイエス様あったのかと思いながらも、私はでもね、昔イエス様の声を直接聞いたことがあるよ。私はね、直接イエス様に会ったことがあるよ。そういう人たちが、イエス様から教えられたこと、あるいは教会の中に残っていたいろいろな教え、あるいはずーっと覚えられていた大切なメッセージを書き集めるといいますか。それが福音書ですね。 順番は、最初は福音書で、そして手紙になってますけれども、実際に書かれた、具体的に書かれた順番というのは、歴史家によれば、聖書の歴史を研究している人たちによれば、最初文書、手紙が書かれて、そしてそれ、それを読んだ人たちが、福音書にまとめて、ある意味でこう、一つのピースになると言いますか。ですから、パウロは、うん 非常に大胆なことを書いていて、神は私たちを暗闇の圧勢から救い出して、愛する巫女の支配の、ご支配の中に移してくださいましたと書きました。イエス・キリストを信じる。それによって罪が許される。それを聞いた話です。イエス・キリストを信じることで私たちの罪が許される。神様と和解が成立する。それは素晴らしいことです。でも、神様は、もう罪が許されて、もうお前はフリーになったのだから、ここから頑張れよって、 送り出す。そんなことはなさらないです。イエス・キリストを信じて罪が許された私たちは実は、ここに書いてあるように、愛する巫女のご支配の中に移されているのだ。今までは神以外の何かに縛られていて、支配されていて、そこから出ることもできなかったけれども、イエス・キリストを信頼することによって、神は私たちを巫女、イエス・キリストの支配の中に置いてくださったのだ。 神の国の中に入れてくれたのだ。神の支配の中にずっと守り抜いてくださるのだ。それがこの言葉ですね。神は私たちを暗闇の圧生から救い出した愛する御子のご支配の中に移してくださいました。で、これはもう永遠的なものです。私たちはイエス・キリストを信じて、いろいろ人間的には足りないものがありますけれども、でもイエス・キリストの支配の中にしっかりと生かされている。そしてパウロは、 この、ミコイエス・キリストのことをこんな風に紹介しています。このミコのうちにあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。イエス様はあがない主であり、罪を許してくださるお方だ。ミコは見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら、万物はミコにあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるものまた見えないもの。 王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られた。すごいですよね。すべてのものを作ったお方、それが御子イエス・キリストなのだ。すべてのものはイエス・キリストによって、そしてイエス・キリストのために作られたのだ。と、パウロは語る。 えー、そう考えていくと、このミコのイエス・キリストの中に置かれている、ミコ・イエス・キリストの支配の中に置かれているというのは、実に安心なんですね、私たちにとって。私はあの、いろんなケースで、いろんな病院に行きましたけれども、一番恐怖を感じた病院は、オーストラリアの病院でした。別にオーストラリアのお医者さんが悪いという意味ではなく、 とんでもないお医者お、ね、素晴らしいお医者さんですけど、なんで恐ろしくなったかというと、私が英語ができなかったからです。えー、っとね、進学校の1年生の時、私の友達は結構荒っぽいクラスメイトがいました。えー、オーストラリアの陸軍の出身で、元気のいいやつで、で、自分の田舎はメルボルンの郊外なんですけれども、あの、大きな牧場を持っていて、 で、牧場の中に結構ですね、面白いものといいますか、もう使い古したこんなでかい、あの、えっと、水がめといいますか、水を入れるタンクがね、こんなでかいタンクがあって、で、ブリキでできた、結構硬いブリキでできたタンクなんですけど、荒っぽいやつなので、彼はですね、そのブリキの上に乗ってですよ、それであの、 まるでサーカスのように、この、ちょっとこう、なだらかになっている斜面をですね、平気でこんなことをやりながら、ブリキのこういうね、上に乗って、平気で遊んでるわけ。で、その弟もいるんですけど、弟も元気なやつで、弟も、ね、別のやつに乗って、コロ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 、もうほとんど、なんか、サーカスみたいな感じでですね、やってるわけですよね。で、お前もやれと言われてですよ。 ここで弾いてはやっぱり日本男子。ね、まあとにかく、そんなことやったことはないけど、とにかくやろうではないかと。簡単そうだと。見たところ。で、じゃあ、と言って、持っててやるから大丈夫だよっていうので、こう持っててもらって、乗っかって、恐る恐る、転がしていったわけですね。そしたらね、思いのほか急に、今まではなだらかだったんですけど、途中から急に、 こう、坂、ゴーンってなっているところがあって、それ、友達もびっくりしたらしいんですけど、あーとか言って手を離してですね、で、ゴーンってスピードで、すごいスピードで下に落っこっていったんですよ。で、私はもう簡単に、そのブリキのですね、あの、こういう丸い、丸い、あの、水桶といいますか、その上に、ひっくり返ったんですね。で、その時に、運悪く、そのブリキの上に手を置いたら、 ちょうどそこがです、ね、こう尖ったところでここのところをです、ね、ブワーって切ったんですよね。もう大変こんなはずではなかったもうちょっとかっこよくサーカスの真似をして写真でも撮ってもらおうと思っていたわけですけどガーターと落っこってそれでそのままあのその野原にドーンと落っこってです、ねでこうね、あのその2人の兄弟が駆け寄ってきて大丈夫かって言うけど。 大丈夫大丈夫じゃないよって言いながら、ね、ここを見せて、で、早速ここを洗ってですね、でも、結構血が出てしまったので、とりあえずこうタオルで巻いて、で、近くのお医者さんに連れてってもらったわけですね。で、お医者さんに連れてってもらって、お医者さんが何いろんなことを聞かれるんですけど、全然わからず、うんふんとか言うだけでですね、困ったなとか思いながら、でも勝手にしてくれみたいな感じで、とにかく手を出して。で、12針ぐらいの塗ったんですよね。 で、果たしてこれ金を払うのか払わないのか、そんなこと言ったと、全然金ないしな、みたいな。で、いろいろ言われてるんですけど、きっとね、これ、あの、いつ頃になったら、罰歯があるとか、こういうふうにした方がいいとか、ああいうふうにした方が、いろいろ言われてるんでしょうけど、ほとんどわからず、ね。ああ<ー> <laughs> とか思いながら、なんかね、すごくこう、痛ぇとか言いながら、なんかね、すごくしょげ返った日があったんですね。まあ、それは、 幸いのことに、あのーまあ、治ったんですけれどでもその時のお医者さんの普通お医者さんに行けばみんな安心するわけですよねああよかったもう何とかなる私お医者さんに行ってすごく怯えてですね「金もないしな」みたいな「保険聞くのかな」とかね「ねこれで本当に治るのかな」とか「もしかしたらこれ獣医じゃないの?」みたいななんかそういう、ねえー、非常にですね不安になったん 今でもよーく覚えてる。治ったからいいようなもんの。でもなんとなく荒っぽいお医者さんだったので、なんかね、まっすぐになってないんですよね。この辺が。今でもしっかりですね、こう後残っていてですね、その時の馬鹿げた振る舞いを今でも後悔してるんですけど、そんなこともあった。でも日本に帰ってきてからは、どこの病院に行っても安心ですね。それはお医者さんが立派というよりもむしろ言葉が通じるから <laughs>、とにかく安心。 ついこの間、2週間ほど前に、私にくるぶしが痛くてですね。ああああと思って。それで近くの生骨院に行ったんです。行きつけの生骨院。すいません、ちょっとね、今日はね、その前は、その前生骨院に行ったのはバネ指で行ったんですね。バネ指で行ったんですけど、今回はくるぶしが、ここが痛くてね、って言ったら、じゃあちょっと横になってくださいって言って、こう触りながら、あ、関根さんこれね、あのね、左の腰から来てるとか言うんですよ。 左の腰から来てるって言ったって、痛いのはくるぶしなんだけど、いや、これ、腰ですよ。って言われて、あ、そうなのって。で、いろいろ、こうやってくれてね。で、そういえば、そういえば俺、こっちの右の腰もちょっとなんとなく痛いんだよね、って言ったら、その、その生骨院の先生が、どれどれとか言いながら、あ、それはね、腰、腰が痛いかもしれないけどね、それはね、この辺から来てるって言うんですよ。右手から来てます。何俺の体って、 ね、腰が、右の腰は、右の腰は、このね、右手から来ていて、左の腰は、くる、ね、この、おくるぶしから関係してるわけ。えー、なんかね、すごく不安になったんですね。そんなアンバランスなのかな、私は。と思って。こっちの腰のためには、ここを。こっちの腰のためには、足首を。っていう。なんかね、すごく居心地が悪かったんですけど、でもね、とっても安心したんですね。じ、事情が分かったような気がして。 事情をよく知ってる人に丁寧に説明してもらうと、なんとなく安心するんですよね。でも、この人に任せておけば大丈夫だ。でも結局最終的に何やったかって言ったら、ペタ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 、ね、いっぱい特訓みたいのを貼ってくれてですね、えー、まあこれでなんとかっていう、また痛くなったら来てちょうだいみたいな感じで、えー、帰ってきたんですけども、それでもね、状況が分かったので、 自分の中では、そうか、こっちの腰はこの辺からが原因で、で、こっちの腰は、あれ、あ、この足首が痛いのはこっちの腰か、とか思いながら、うどういうふうに直せばいいのかわからないな、とか思いながらも、理由がわかったので、とてもほっとしたんですね。権威ある人に、状況を知ってもらって、こういう状況ですよ、って言われて、それで、こういう状況だから、こうなれば大丈夫だからね、に、いや、 私もね、ちゃんと観察してるから大丈夫だからねって言われると、なんとも言えず、安心するんですね。それはイエス様の支配の中にいるというのと似ています。すぐ近くの順天堂大学に、一週間ぐらい私入院したことがありました。理由は、肝臓の数値が悪いので、えっと、ちょっと検査入院という、もう随分前です。で、検査入院で、 え、どういうふうにしたかというと、お腹に二つ穴を開けて、片方の穴からは空気を入れて、で、お腹を膨らませて、今だったら空気なんか入れなくても大丈夫なんですけど、その当時ちょっと痩せていたので、空気を入れてお腹を膨らませて、それでもう一つはお腹が膨らんだところに、もう一個針を突っ込んで、それで肝臓の一部を切るんです。それで、それで、あの、それを検査します。っていう。で、最初はね、お医者さんが、 とっても簡単に言うんですよ。まあ、こういう検査はね、誰でもやってますから、とか言われて。で、これやればでも確実に分かりますからって言われて、ああ、そうですか、それじゃあお願いします、とか言って。で、お願いしてですね、それで、その手術の日になって、もう下剤から何かに全部済ませて、で、手術の日,日になって、で、まず、こう、寝台に寝かされて、で、大きな大きなモニターがあって、で、モニターの周辺にですね、インターンがゾロゾロいるんですね。 ええ、ね。で、麻酔はこの辺かけるんですけど、耳は全部聞こえるんです。え、ね、それで、先生が穴開けるからねとか言いながら、おって穴開けて、まあ痛くはないんですよ、全然ね。で、空気膨らませて、なんかそういう話聞いたことあるのはカエルかなんかのお腹に空気をとかね。そんな感じだったんですけど、まあとにかく空気いっぱい入れて、それで、えー、中にもう一本管を入れて、一番先端についてるハサミでガクって切るんですけど、その前に、 こっちの入れたところにえー、っとえー、っとあのこんなちっちゃいそのなんて言いますかね顕微鏡じゃないんですけどカメラがついててですね胃カメラじゃないけど全部見えるんですねそれでインターンの言ってる声が聞こえるんですよなんて言ってたと思います先生この人は随分ん綺麗な肝臓ですねなんて言ってる 綺麗 <laughs> な肝臓なのになんで俺切られるわけ <laughs> って思ったんですが、綺麗な肝臓ですね。これ、正常ですよねとか言いながら、こっちはそんなこと言われたって、今俺切られたんだけど、みたいな。とってもね、それは不気味な感じがしたんですけれども、まあ、綺麗な肝臓なのになんで数値が悪いわけと思ったんですが、まあとにかく、それで、えー、そういう処置があってですよ。それで、 お腹ののの中を切られるといいうのは実になんか気持ちの悪いものですね外を切られるというのはまだ分かりますけど内側を切られるとその痛みの防ぎようがない体をどうやっても痛いんですよねこういうところだったらこう抑えることはできるでも中が切られるとどうやっていいかわからないですねでそういう意味ではその晩はすごい熱が出て <laughs> すごい大変だったんですよね。まあ、お医者さんが言うには、まあ、あのー、3日ぐらいね、あのー、病院にいれば治りますからというふうに言われたんですけれど、私その日すごく熱が出て痛くて痛くて、で、24時間安静という、あのー、その日は、えー、寝返りを打ってはいけませんという。寝返りを打てないというのは辛いですよね。寝返りを打てないで寝るっていうのは辛いなと思って、 あのっかなか眠れなかったら熱もあってそしたら夜中に私の知り合いの看護師がこっそり訪ね,訪ねてそこで働いてた人ですがあの当直が終わって来てですね小さい声で「関根先生何かあの欲しいものありますか?」って言う。ね 痛みがあると思いますけど、何かできることがありますか欲しいものがありますかって言うから、いや、私ね、水が飲みたいんだよねって言ったら、はい、わかりましたって、水は大丈夫だと思いますって言って、氷水を持ってきてくんですストローでね。それで飲めるようにして。私ね、天使かと思いました、その時。水がこんなに美味しいものなのかと、初めて思いましたね,ね。水、水を美味しく飲めるのは普通じゃないんだなと思いながら、美味しい水って嬉しいなとか思っていたんです。 でも、それを、その、その日程が済んで、えー、傷はまだあるんですけれど、でも、その責任を持ってくれたお医者さんが、全部説明してくれて、こういう結果が出ました。全く心配はいりません。で、この傷については問題がありませんし、あの、肝臓もちょっと切っただけなので、それは問題がありません。心配な、しなくていいです。 で、ですから基本的には今回こういう検査はしましたけれども、検査の結果としては、あの、問題がありませんという結果だったんですね。そういうふうに、まあ、ちょっと痛い思いをしましたが、権威のあるお医者さんに細かく全部見てもらえると、何とも言えず、安心があるんですね。ああ、よかった。今でもあの、カウンセリングの仕事をしていますが、そこはクリニックなので、 いろんなことがあるとそこのお医者さんにいろいろ相談して薬をもらったりしているんですけれどもその道についてよく知っている人がちゃんと話を聞いてくれてちゃんとそのことについて考えて処方してくれると何とも言えず安心がありますね私たちの主イエスキリストは父なる神様から全ての権威を授けられて 天においても地においても一切の権威を授けられて、そして私たちをその支配の中に置いてくださるのだ。いつでもイエス様の目の届くところに、手の届くところに、耳の届くところに私たちを生かしてくださっているのだ。だから私たちはイエス様私たちを荒んでください、私を荒んでくださいって言える。イエス様は私にどうぞこういう力を与えてくださいと言える。 イエス様どうぞあの人を祝福してくださいとも言えるそういう関わりそういう環境の中に私たちは生きているんだと聖書は教えるのです神は私たちを暗闇の圧勢から救い出して愛する巫女のご支配の中に移してくださいました私たちは相変わらず弱さがあって私たちは相変わらず足りないものがあるんですけれど私を支配してくださっているそのお方は 主である、創造主なるお方なので、私たちの必要を知っていて、私たちのところにいろんな助けを送り、いろんな支えの手を伸ばし、私たちの必要に応え、また私たちをどう生きるか、導いてくださるお方です。イエス・キリストを信じた。それは素晴らしいことです。でも、信じて、イエス・キリストの支配の中に置かれるようになった。 このお方に知られながら生きていける。それはまさに私たちにとって本当に大切な、大切な確認事項です。いつでも私たちの心も体も存在も全部を知っている本物のお医者さんのようなイエス様にいつでも守られながら生かされている。それが私たちの 立場だと聖書を教えるのです。神は私たちを暗闇の圧勢から救い出して愛する巫女のご支配の中に移してくださいました。この巫女のうちにあって私たちは贖がない、すなわち罪の許しを得ています。巫女は見えない神の形であり作られたすべてのものより先に生まれた方です。時々 そうは言ってもな、なんか人生一人だからな、とか、そうは言ってもな、なんかあんまりいろんなことをね、考えても当てにならないしな、とか、弱音を吐きたくなるようなことがありますが、ぜひ思い出してもらいたいのです。あなたという存在は神に知られており、あなたという存在は巫女の支配の中に置かれているのだ、ということなんです。私は弱いけど、私を守ってくださる方は強いので、 私はとても心細い面があるけれどでも私を支えてくださる方は創造主なる神救い主なるイエス・キリストなので私は大丈夫と告白することができるそんなことを折に触れて思い出しながら一歩一歩進むことができたらと思うのです一言祈りましょう恵み深い天の父なる神様 御子イエスキリストを使わしくださって、そして私たちの主とし、救い主とし、常に私たちをお支えくださる恵みを感謝します。すべてのことについて権威を持っておられるあなたが、私たちの罪から罪まで知っていてくださることを、そして助けの手を伸ばし続けてくださることを心から感謝します。そのあなたに守られ知られていることを確認し、そのことを喜びながら、 一歩一歩前に進むことができるように助けてください主イエスキリストの皆によってお祈りします